おはこんりのハッピーリナーです。本日はファイナルファンタジーピクセルリマスターやっていきたいと思います。アバターのお洋服をちょっと変えてみました。秋仕様に、してみました。いかがでしょうか。ちょっと動くとこんな感じで長袖になっております。はい、こんな感じですね。はい、でファイナルファンタジーの方じゃ進めていくんですけれども、前回はですね、グルブ火山というところに行きました。カヌーをですね手に入れまして、グルブ火山に、行きました。ここですね、ここに向かいました。カヌーを手に入れたことによって、細いね川が渡れるようになってますので、ここから右上の方にある町、あそこ名前町なんだっけな、ここの右下ぐらいにね行ける港があるんですけど、そこに、行ってみて、また岩に囲まれてる場所があるかなと思うんですけど、そこにちょっと行ってみて、多分また神殿みたいなのがあるんじゃないかなと思うので、ちょっと行ってみたいと思います。はい、では出発。じゃあ右下から行きますね。はい、とりあえず船まで来ましたので、上行きます。ここですね、ちょっとこっちからがいいな。このこっちに行けるから、前回迷子になった時にねここ通れるなと思ったので、こっちにちょっと行ってみましょう。から上かな、右回りでこう行くっぽいな、こう行くみたい。あそこになんかあるね。ここだ。よし、で、道中ちょっとだけやられてしまったので、外じゃ使えなかったんで、寝袋を使ってちょっと回復だけしてから行きたいと思います。HP を少しだけだから、まあちょっと回復したかな。行きましょう。氷の洞窟地下1階、マトウヤ様の曲だね。道中今回は宝箱なさそう。行きましょう。また直してみようか。そこまで強くないかな。順番逆でもよかったのかな。こっち先に来てもよかったのかね、わかんないけど。よし、そしたら左下が近いので、まっすぐ下から行きましょう。強いね敵。やっぱ敵それなりに強かった。3階、ここは階段だけみたいなんでこっち行きますね。でまた B2 階、ここ割と一本道でなんか進みやすいとこだね。進みやすい。
かかり、え、宝箱があるよ。え、落ちた。え、何ってこと、落ちちゃいけなかったんだ。わん、わお、そういうこと。なんかこう床がちょっとガタガタついてた感じはしたけど、アンデッドの敵なんでアディアがめちゃくちゃ強いですね。そしたら今地下3階にまた来ちゃったんですけど、左側に宝箱があるみたいなんで行きます。痛い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 、ダメージ大丈夫かな。ちょっと黒間が食らってますね。この2人を回復しておきましょう。マスターが現れた。うわ強そう。でも先制攻撃チャンス。これもう絶対火だよね。うん、ファイヤーで十分。雑魚戦はアイスアーマーを手に入れた。ね、またそういうさ、絶対主人公さん？あ、違う。誰が装備できる？誰も装備できない。残念。ミスリルのコテは持ってたと思います。そしたら今度、下の扉気になるの。あ、待って。これ見えるんだっけ？あそこ宝箱6個あるね。あそこの宝箱6個を目指していきましょうか。ちょっと高木佐藤が暗いすぎて。で、こっちね。こっち行きまーす。おー、6個ある。よし、行くぞ。パカッ。9900ギル、すごい。5000ギル、でかい。とても下がらた。いいね。お金めっちゃもらえる。これはもう、ファイラでしょ。全体攻撃。敵も全体攻撃やってくるから要注意。イェーイ。でで12,350 ギル、めちゃめちゃお金。145,999ってめっちゃお金増えたけど、お金は嬉しいな。知らないうちにみんな HP が高くなってたね。よし、あ、モンスターが現れた。おこまめに回復しながら箱開けていくのが良さそうですね。1180ギル、5454ギル、7900ギル、もうひたすらお金、もうめっちゃ増えた。16933ギルになった。すごい。道中のね、経験値とお金も惜しんで、戦闘おすすめですね。見たことない敵だ。さっきいたかな。再び上に。お、宝箱。エーテル。うんうんうん。あ、これが、向こう側とつながってんだ。はいはい。じゃあ一回落ちてね、正解だね。敵がなんだかんだ強いです。下の宝箱開けましょう。高っ、1万ギル、またお金だ、すごい。もうお金がたくさんもらえていいね。はじめまして。ボーンはアンデッドかな。アンデッド系の敵はね、アディア有効なんでガンガン使っていきましょう。あ、ここまたひび割れてるとこあった。ちょっと逃げちゃう。このひび割れに入ると、右側のね、ここに入ると落ちるから、絶対踏まないようにする。
アイスシールド9500ギル、寝袋。アイスシールドはいける？誰の武器なんだ？わからないけど。よし、そしたら上に行きましょう、再び。え？出てきちゃった。あ、そういうこと、地上に出るの。あー。なるほど、じゃあさっきのとこまで行きます。しっかり、そして、これを踏まないように行きたいから、まず宝箱を取って、モンスターが現れた。これはなんだ？ウィザードってなんだろう、これ。アンデッドなのかな、これ。ウィザードっても仮面ライダーしか知らないけど。ひどい、やばいやばい、めちゃくちゃ痛い。アンデッドじゃない。おお、火のダメージは効く。おお、経験値とお金うまい。服を手に入れた。服、これさあ、周りが全部トゲトゲしてない？とりあえずちょっと回復するか。え？パッて触ればいいのかな。違うじゃん。何？どうやって取んの？悲しみ。どうやって取るんだろう、あれ。他に行き方があるのかな。え、絶対ないよね。ちょっともう一回行きますね。めちゃくちゃダメージ食らった。もしかしてこっからあえて落ちんのかな。正解、落ちるんだ。なるほど。はあ、これは凝ったギミック。これなーに。敵だった。すごい怖い敵だ。怖い敵。ちょっとなんかアンデッドの敵のってアディアだっけ。アディアなくなっちゃった。そっか、霊気ダメージを2分の1に減らすをかけとこう。一番強い木の魔法ファイガーをいこう。びっくりした、一瞬ラグかったよ今。やったー。これなーに。浮遊石を手に入れた。浮遊石だって。これ空へ舞い上がる神秘の石。じゃあこれを持って一回外出ましょう。またか。なるほど。じゃあ出口ね、上にを目指していきましょう。じゃあこっちか。よし、じゃあ上上がりましょう。はい、ということで今氷の洞窟から出てまいりました。アイテム1分の1回収、宝箱15分の15回収しました。これで
使うことは今はできないから、使えないからどっか町にまた行くのかな。これ上から来たんだっけ、上から行けるのかな。とりあえずですね、今船に戻ってまいりましたので、どうしようかな。次回、浮遊石を、どこで使うのかをちょっと考えたいなと思います。今日は氷の洞窟をやる、クリアするという動画にしたいなと思います。次回また続きやっていきますので、ぜひぜひ応援していただけたらと思います。また新しいアバターになっております。あの洋服の方がですね、なんか私ずっと下向いてることになってた、カメラの向きが、カメラの向きがなんか傾いてたみたいこんな感じ、せっかく着替えたのにカメラの向きずっと下だったかもしれない。はい、こんな感じで新しいお洋服になりましたので、秋はしばらくこれでやってまいりますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、この動画良かったなと思った方、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ではでは、リノアでした。バイバイ。